J2 松本が新潟の GK 森田達也、27の獲得に動いていることが11日、分かった。森田は1メートル91の大型 GK でシュートストップに定評があり、11年には U22 日本代表にも選出された。これまで J1 と J2 号を合わせて180試合に出場している。新潟では14年からプレーし、昨季まで正 GK として3年連続で30試合以上出場していたものの、今季は10試合にとどまっていた。松本の GK は現在、村山、鈴木悟、藤島、甲東民が所属しているが、今季に18試合に出場した村山が左膝外側半突き板損傷で全治6ヶ月の重傷を負い、来季の開幕には間に合わない。藤島も鳥栖から期限付きで加入しているため、来季の去就は不透明となっている。反町監督は GK の補強を、普通に考えたら第一ポイントだと重要視しており、出場機会を求める森田と GK の補強を目指している松本側の思惑が一致した模様。経験豊富な守護神候補を獲得できれば、来季の戦力アップは間違いない。より非常に小さい柴田新編成部長補強は、50% より非常に大きい新任の柴田海編成部長が11日、報道陣に対応して補強の現状を語った。50% 仕上がっている手こずる点もあるが、うちに来てやりたいと思う選手に声をかけていると説明。FC 東京強化部で2年間、スカウトを務めた経歴があり、既存と独自の両ルートから選手獲得を進めているようで、代理人とはコーチ時代からやり取りしている。獲得を希望する選手と面談もしていると精力的にチームの強化を進める。